ポ本日公演、第95回都市対抗野球九州地区予選第7日西部ガス9月2日本田熊本、2024年5月31日沖縄セルラースタジアム那覇、敗者復活の第2代表トーナメント4回戦は昨年の代表チーム同士が対戦。西部ガス、福岡市が大量得点を挙げて本田熊本、大津町を下した。 サイブガスは初回、本田熊本のエース右腕、片山祐希、30、の立ち上がりを攻め、一死二三塁から4番の安永元や、25、が左中間に2点3塁打を決めるなど6丁単打を集めて一挙に4点を先制した。本田熊本も6回に2点を挙げて追いかけたが、7回からは前日先発した大黒柱右腕の村田健、30、 が緊急救援。走者を背負いながら粘り強い力投で反撃を封じた。サイブガスは8回にも先頭打者、ヤギ大輝25、の左越えソロ本塁打を皮切りに5連打で5点を加えてダメを押した。サイブガスは2年連続8回目の本戦出場をかけて6月1日の第2代表決定戦に進出。 本田熊本は本大会連続出場記録が8年で途絶えた。